こんにちは。ピアノ教師の野口孝太です。今回は、上層教育って何なのよっていう話をしてみようと思うんですね。で、この音楽教育、まあ、あるいはこのピアノレッスンというのが、この上層教育になるよということは昔から言われているわけですよね。だからただ、ところで皆さんは、この上層教育って何なんですかって聞かれた時に、明確な答えって出せますか で、なかなか難しいですよね。なんかこうちょっとふわっとしているというか、まあそこでこの情操教育っていうことをこう、あの、調べてみると、やっぱりその情緒を育んでいくっていう、そういったまあ説明文としてこうあるわけですがで、この情緒を育むっていうのはどういうことかっていうと、その音楽というものを通して、あ、 例えばこの音楽だとしたらね、その音楽というものを通して、そのいろんな感情を疑似体験できるで、あるいは疑似体験させるということがあるわけです。で、確かに音楽っていうのは、その人間の言葉にはできないこの感情の部分っていうのをこう上手に表してくれるわけですよね。で、あるいはこの素敵な風景を見たときに、その風景から、こう、 絵も言われぬ美しさとかそういったことを感じたら、それをこの音というものを通して、この聞き手に、聞き手の心をこう刺激するというか、ね。あるいはこの表現するという、そういったことになってくるわけですが、まあ、 おしなべて言えば、やっぱり結局のところ、この音楽というものを通して、様々な経験、あの、感情経験をこう促していくということなんですよね。ただね、僕はね、そのプロの教育家という立場で、この上層教育ということを考えたときには、その経験をさせるっていうだけだと少し物足りない気もするわけです。 で、この上層教育という、その文字を見たときに、これ、感情の上に、この層っていうのを操るとか、操縦、飛行機の操縦とかのこの操縦、つまりこのコントロールするという字を書くわけですよね。ほう、だから、感情をこのコントロールする教育っていうことだとしたら、まあどうなるかっていうことなんですけれども、その、 これを考えたときね、小学校とか、僕ね、小学校の音楽の教員やってたんですけれども、学校教育の中では、鑑賞の授業っていうのがあるんですよね。で、これ皆さんご存知ですかこのね、干賞の授業って、その、見るという字ありますね。観察の観ね。あれに小で鑑賞じゃないんですよ。実はね、この、 鑑が見るという字があって、んとん何でも鑑定団の鑑鑑定するのの鑑,鑑が見るという字にこの章という字を当てて感なんです。で、この見る方の鑑賞と鑑が見る方の鑑賞この二つの間には大きく差があるんですね。違いがあるんです。で、これはどういう違いかというと、例えば一つの曲を聴いて、あ、こんな感じがしたとか、こういうふうに思ったっていうのは、これは ただの感想文で、感が見るの感傷じゃないんです。じゃあ、この感が見るの感傷っていうのは何かって言ったら、その、な、どういう風に感じたっていう以前に、この曲のこういうテンポ感だったりとか、音量だったりとか、音の高さ、動きというところから、私はこの曲はこういうことを言っているんだと思いました。考えます。 っていうのが、これが、この学校教育の中でされる、この鑑賞の授業なんですね。だから、ある種、少しこの理性的だったりとか、科学的だったりとか、論理的だったりとかするわけです。 そうしたときに、この、上層教育という言葉と少しな重なって、あの、来るところがあるわけですよね。その、感情のままに、ただただ、その、動くのでは、これは日常生活の中では、これ、成立しないわけで、その、もともとは根本にこの感情というものがあって、それが一つの原動力となって、この、いろんな行動につながっていくわけですけども、それというのは、ある種、どこかこう、理性的であり、こう、論理的であり、で この感情を人に伝えるためには、感情のままむき出しに行くっていう、これは違うわけですよね。で、そういった時に、この音楽というものを通して、この自分の心がどういう音楽を聴いた時に、その、心が動くのか、あるいはこれは音楽以外のこの実体験、悲しい思いをしたりとか、その、それこその物理的にこの早い、早く動く経験をしたりとか、そういった、その一つ一つの あの、学習してきたものと結びついて、この音楽というものを語る、語る、考えるというのがこの感傷。で、上層教育っていうことになるのかなというふうに思うんですね。だから、このピアノのレッスンっていうことを通してね、僕はね、あの、小さいお子さんに対してもかなり色々質問をするんですね。例えばね、あの、導入期の曲なんかでこのどの音だけを、こう、 弾くような曲っていっぱいあるんですよ。それが、じゃあ、この、例えばね、あの、アヒルの散歩とかって曲名が付いてたりとかした時に、このアヒルの散歩なんだから、ゾウさんの散歩とは違うわけですよね。 ね、あるいはネズミの散歩とも違うわけですよね。さあ、あなたはどういうふうに弾くべきだと思うって言ったときに、あのね、いまいちもし,もしね、しっくり来なかったら、アヒルの映像を見せたりとか、そのネズミがあるというリアルなものね、この動いてるその映像を見せたりとかして考えさせるわけです。そこからそのピアノを弾くという表現に結びつけていくっていうことをするわけですよね。こういう そのせっかくこの上層教育ということを掲げるんであればこのただ単にその経験させるとか見せる分からせるっていうことだけじゃなくってその自分のそのさまざまなこの経験値からそれからその現知識 うん、というところと、この芸術的なこの表現っていうと、感情の部分っていうのを、こう上手につなげて考えていくっていうところまでできると、あの、理想かなというふうに思っているわけです。はい。というわけで、もしね、この話がちょっと何かのこう、ちょっとでも何かの参考になったって思った方は、ぜひ、あの、高評価ボタンお願いします。それからチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。